ピクピクアトリエオリンピック、じゃん、ババン。これからワイヤーフェンシングを開催します。イエーイ。白チーム相澤ゆき、赤チーム鈴木とひろ。落ちないように気をつけてください。下にはサメがいます。それでは試合始め。オリンピック、 オリンピック。これからアトリエオリンピックリンゴ卓球が始まります。司です。頑張るぞ。おお、イエーイ。私はスイス代表の優香です。私の名前は春香です。それでは1回戦が始まります。選手から一言があります。何年も練習を積み重ねてきたので絶対勝ちたいです。アメリカで指導を受けたので絶対勝ちたいです。意気込みはどうですか？いや、ちょっと緊張しやすね、はい。でもこの件が、はい、大丈夫なんで、はい。よーい、スタート！オリンピック。卓球のボールスパイク、イエーイ。それでは選手の紹介をします。フランス代表、美しい特徴小春選手、美しいを生かして頑張ります。ブラジル代表、カトラをしているのか分かりませんがかっこいいリョーマ選手です。そして我が日本代表、桂周平選手です。彼はちょっとアホですが運動神経抜群です。頑張ってください。それではタケノコスパイク、いよいよ始まります。位置について、よーい、スタート。選手たち勢いよく走り出しました。このまま負けてしまうのか。こうなったらどうしてやる。ピ
しましたが、ちょっとアホというこのネームはどういうことですか？意味わかりません。自分で決めたはずです。え？わします。相手を落とした人が勝ちで、崩れ落ちたら引き分けです。どんな手を使っても OK です。よーい、ファイト。さあ、戦いが始まりました。そして勝負の行きはどうなったのか。一体どっちを駆け抜くのか。おっと、ブラジルの反撃を押した。フランスの構成です。僕はブラジルの原神です。これからちょんまげ競争始めます。ちょんまげ競争、ルール説明をします。いろんなものを切っていく競争です。ちょんまげを倒した人が負けとなります。スタート。到達。最初にリンゴを切ってもらいましょう。うわ、次にゴリラを切ってもらいます。それでは次はラッパです。パラ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 。最後にはこれを切ってもらいましょう。投げるイカはダイオウイカにすることです。ダイオウイカは自分で取ってくることです。イカ墨をかけられたらゲームオーバーです。あ、イカだ。このイカを投げよう。ニブラ。これからイカ投げが始まる模様です。審判のユージです。選手入場です。僕たちが得点番です。楽しみだね。
くんです。イエーイ、ありがとうございました。Thank you.
りんたろくん行くよ。かりんちゃん行こうよ。やったー、優勝、宇宙最強。ルールを説明します。納豆をこやなく愛する人のみ参加できます。納豆をつまみ食いしてはいけません。気持ちが悪いなどと言ってはいけません。2016、見てください、大量の納豆です。それでは納豆スケート開幕です。ちゃんとリンゴに当ててね。ルールを説明します。ママには10年以上育ててもらっていること、矢は指定のもの。わざと外しちゃダメ。ママは逃げちゃダメ。ママ行くよ。打ったー、リンゴに刺さったー。よかった。信じて。ちょっと信じられないな。行くぜママ。出たー。やばい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 。ママに刺さったー。ごめん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 。あとで絶対怒られるぞ。あいつやばい。やばいよ。もう子供なんか信じられない。海上記録会です。競技1、水面を走る。ねえ、これ本当にできるのかな。そう、まだまだ続きよ。次に亀を助け竜宮城へ行く。俺の名前はワルタ・ワルオ。見ればわかるだろ。ブヤ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 、今日もワンフレットしましょうよ。今日もあれしましょうよ。何します？何しよう。よし、今日は亀をいじめるぞ。おお、よいしょ。ほらしょ、最近は腰が痛くてかなわん。最近の若いの時だ。腰、やめなさい。逃げろ逃げろ。大丈夫です。
連れて行きます。ついてきてください。あんたたちやめなさい。おい、何しに来た。競技さん、穴の開いた桶を水でいっぱいにする。これに水？守って楽しく競技しましょう。ウォーミングアップ持ってください。はい、じゃあ叩いてください。